はい、皆さん今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。 ジャ,ジャニーズ WEST コンサートライブツアー2021レインボーってすごい最初からグダグダしましたけれども今日で567本目の動画になりますかね。えー、前回「Change Your Mind」という楽曲を見させていただきまして改めて7人のこう歌声のレベルの高さを まざまざと、えー、見させていただいた感じなんですけども,もあんだけこう歩きながら動きながら歌ってて音がぶれないというのは私もちょっと自分でねあんまりやったことないですけども自信は全くないですねしかも笑顔でねなんか楽しんでいながらあんだけ安定して歌えるってもともとどんだけうまいんだって話ですけどもさあ今日はその「チェンジウアマインド」が終わったところで今真ん中のステージで小滝くんを中心に6人がもうフォーメーションを組んでね はい、周りを固めましたけれどもこのあと「重いふわり」それから「プリンシバルの君へ」そして「わはワンダフルと」と3曲続いて MC という形になりますので3曲一気に多分いってしまうと思いますそれでは早速見させていただきましょう42分15秒のところから続きいってみましょう再生ポコンさあ拍手があってブランタタン,ダン優しいピアノの音色から始まりましたちょっとブルーレイさんがキュル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 もう一回言っております ちょっと答えが固まって、ひらひらと。綺麗な手を移って、揺れて、綺麗なコーンこだくん。近むいて。ワイビブラート入った。てかてかて。ててて。みんな本当にカラフルなね、ジャケットだったり、パーカーだったりを着て。同じような柄のね、色合いで。でられたさ、後ろ側にこの。七つの形を模した。綺麗なダイヤみたいなものかな。 映像が映って。OK ーーだ、桐山君。憂鬱はさらう、僕ら。OK、神山君。タイミングで難しいよ、高音のみ。春を出てて、いい笑顔。だから、ありゃ、元気もらうわ、神山君の笑顔。さあ、藤井君。飛び出した春の空。神山君のハまりを入って。キレッすごい、神山ん夢の色浜田君。いていた、低音のハまりも入ってる。 いつも仲間君といることも修行学当たり前じゃん修行学はすごい片っぽだけ目つんでてあわくれかくれいや楽しそう修行学笑いながら歌ってるたったたひゅるりグリりめぐる春を二人待ってかっこいい歌今をなるとだって三人と四人で分かれてだからかたたたこのステップかっこいいねあれにせないでいたいそれから 赤いが荒れけたって桐山君も綺麗な顔で地目を結んでる重いふわりと優しく手のひらのせて花うわ足のステップ。 いい、ね「なぞるね」ねみんなでなぞりながら「はかないひ々ぴは藤井君から中間くん君とは浜田君ビリシアルのルコうやこたくん高音柔らかいそしてビブラット素晴らしい」「ひらひらと亀山君高音も綺麗、裏声」「揺れて近づいた」 小田君綺麗な顔ひゅるりらめぐりめぐる春をふたりってわかちあうよいまむずかしいメロディーだね同じ繰り返しあれそれぞれにめまえらえだからこいいが顔あたいたこれからしげうかくん中んで赤いほどけうー足だけわしだけすごいむすびめからはじまさむすんだおっきくああおいふわりとやさしく後ろからとってる7人かっこいい せて「浜くうまい高音から降りてくる時のフェイク」甘いふわりはふうふうふうあの高さ笑顔でしかも最後パチッと。 片っぽなんかウィンクしました。だっだっだかっこいい。後ろの桜の花びらのような映像とダンスもあって。最高最大の物語答えくん。足をでっかい。ここから始まる。何わけがこう。うまいな、また。 高い音すごい安定してるね小からさあなんか中に煙の入ったシャボン玉めちゃくちゃいっぱい出てきました。テンポ早いけどみんなキレのいいダンス。そしてみんなすごい笑顔神山くん。どうしたのため息なんて変わりがらき厳しい。ベール低いね藤井君しっかり出てる。君らしく仲間くんと浜田くん。難しいけど <laughs> ちょっとふざけた感じで声出して歌ってるのに安定してるってすごいね。 かかる魔法をかけて桐山くんと重岡くん出てきた鍵を開ける最高 <laughs> 桐山くん楽しそう鍵を持ったけど重岡くんに渡さずに重岡くんもあれっていう顔してましたからへ、えー、わーいっぱい出てくるよシャボン玉めちゃくちゃ夢の地図わーすごい数上がってます 探す旅走りだうわすごい何だなステップしながら歌えるの何でして始まる君の世界と真ん中でコタくんそして後ろに下がっていくわすごいよシャボン玉の数ほんとでででいくつも3拍子になって恋が生まれて神山くんとコタくんじゃない中間くんそして藤井くんと重岡くんそして今度桐山くんと浜田くん二人でキュンでするコタくん君に 恋してる手を満載してるいい笑顔出たこたえくんいやすごいよキュッとわわみんなくるっと回って後ろでこたえくんがこう指揮者をするように六人が前で綺麗に動いて最高最大の花がちょっと高いんだけど難しいけどこたえくん素晴らしいになれ大人は見えない夢持ちいいね最高わ浜田君んを 二重の二の丸が囲まいでシェラフすごい数でまだまだ出てますシャボン玉「怖くない最愛を探す旅息を切らして藤井君神山君いい笑顔楽しめ君は主役いい歌詞ですねしかしすごいよシャボン玉何回も言いますけどさあコくん真ん中で見たみんな指をさしてくるっと回って「 たんて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 んなんて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 てくてん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 てしてん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 いんて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 てんてんてうまいねまた さあ真ん中重岡君聞かないままそばにいてちょっと喉触りましたけど大丈夫です微笑んでるだ小太鼓ただただ優しさにまた救われた口角上がって素晴らしいくしない方さあそして藤井君が足を伸ばして座る後ろで浜田君が支えて「たらじゃないし」笑いながら歌って。 仲間くんありがとうの思いを込めてもう一つどうぞ亀山君指上げてお夏のはわかわいいドーナツのはワンダーフで笑顔はわわ <laughs> なれるる心にはわすごくいい次の空へ飛び立つ難しいのメロディーあみんな踊ってる感動それだけで ワンダーホーわあ、みんな踊ってるいやあ、桐山ん見事な笑顔。神山,神山君、埼玉です、みんな、みんな、踊り完璧です100点満点でした、わーいや、もっとみんな、踊るの、覚えるの早いねーと、神山君、すごいねははは、<laughs> わあ、じゃあねいいね、サビもう一回来るから、いい笑顔、神山君、僕たちと一緒に踊りましょうと、うわドどナなつのは、わあ、みんな、 笑顔は浜田君うわ後ろで可愛い子供の映像もあるわみんなやってるよいい空飛び立とう亀山君あなた難しいことやってますよすごい綺麗に安定してますワンダーホダーダアイドリー明日はわンーいやばいなんかちょっと感動してきたわわほら女の子ちっちゃい子やってたらもうダメなんですよ私 もう子供が純粋にこういうのやってるな。茶の世界はあっすごい前の方にちっちゃいのに立ってるよ藤井君も志く君も。四もためにやるきっとりじゃない志呂君それだけでワンダーホーわ,ーうわすごいすごいロングトーンで濱田君こっち向いてまた <laughs> 面白い面白い表情してこっち見てる前畑多い。 ははい、はいオッケーと小宮山くんじゃあ最後みんな子供みたいに元気なポーズーせーのあみんなそれぞれやってる7人とも <laughs> 仲間くんできないありがとうーといやー小瀧くんもみんな最高と桐山くんも最高でございますいやーこれは本当に泣いちゃうんです私子供が一生懸命やってるのはね もうジャニーズ WEST に限らずね本当にあにニュースのライブの映像とか見てもねちっちゃい子は一生懸命なんかこう掛け声掛けたり踊りをやったりしてくれてるんですけどいやこれワワンワンダフルはやばいですねわあうーんワンワ,ワンダフルやばいですすごいいい楽曲 あのー、もちろんそのねバラードとかでみんなにねお客さんにしっとりと聴いてもらう曲もいいでしょうそれからこうノリノリで7人が踊ってみんなに元気をくれる曲もいいですもちろんなんかこの楽曲はね、まあ、みんなでこう元気になれる曲というかもちろんジャニーズ WEST そしてそのファンの皆さんというねこの向かってる顔の方向は違いますけどこの楽曲はね、まあ、一つになっちゃう曲ですよね。 すすごいいいですうんなんかねこういうまたコロナ禍というのがあってそれを乗り越えたライブの映像で今のみんながこうね声は出せない中ですよまだマスクもしているでしょうでもなんか同じ踊りをすることによってなんかねみんな大変だったよねでも。 楽しくまだまだやっていける希望もあるよこうやってみんなで同じことをするとほら楽しいよねっていうなんかジャニーズ WEST からの熱いメッセージのような感じがしてこの映像はやばいです本当に何回も言いますけど是非皆さんに見ていただきたいこれはエンターテインメントってやっぱすごいんですようんほんでみんなまた踊ってるお客さんが、ね、何回か映りましたけど本当に みんな一生懸命7人とあの合わそうと思ってねやっていてくれてやっていてくれてって私メンバーじゃないですけどやっていてそれをねメンバーも見ながらね本当に先頭に立ってみんな7人とも本当に楽しそうにしてていやーいい映像もうこの今の「わはワンダフル」の数分間見ただけで。 十分このライブの映像その以前ももちろん楽しんで見てるんですけどもう十分に意味のある数分間だったと思いますうーんいやーすごいんですよエンターテインメントは本当にそして「プリンシバルの君へ」まあ、小瀧君が中心で歌ってる楽曲ではありますけれどもその歌声ということに関してもねとっても小瀧君の高音のね 連発で難しいメロディーだと思うんですけど全然平気そうですね音程取るのも難しくなさそうだし、まあ、基本だからあのレコーディングの時にはどういう風にねやられてるかわかんないですけど高い音を出す時っていうのは口角をガッと頑張ってあげて腹筋背筋で空気をお腹から押してしっかりと鼻の奥にこう音を響かしてみたいに、まあ、ボイストレーナー的にはこう、えー、やりたくなっちゃうんですけど。 多分今の見ててね小瀧君をはじめは皆さんそうですけどそんなことを当たり前にできてる大前提の上に皆さんにこう笑顔だったりとかパフォーマンスをしながらでもできるこのポテンシャルの高さで今小瀧君を中心に歌うって言いましたけどその6人はねその前の方でこう並んで小瀧君がタ,タクトを振ってるような振りの中でこうね動いて見,えたりと見せたりとかっていうことをやってるんですよ。それなのに めちゃくちゃ安定してますね。何度も言ってますけど。いや、そして、重いふわりもまたね、あの同じフレーズの繰り返しのサビというのは非常に難しいんですよね、えー。同じ高さに毎回上がっていってるとしても、これがね、繰り返しフレーズが続くことによって、 一番最初に出したこの高い音よりも2回目のがちょっと高く感じたりで3回目になるともっと高く感じたりしてだんだんこう感覚が慣れてくると逆にね高い音毎回同じ音に到達すると非常に難しかったりするんですよね。でもねそれも本当に当たり前のように安定してるな本当にすごいと思いますよ。で特にジャニーズ WEST の皆さんはずっと いい顔で歌ってますい、うん、いい顔とうのはねそのもともとこう顔がかっこいいっていうことは、まあ、もちろんなんですけれどもその歌っていることに対する喜びとか幸せ感であったりそれからその横に前に後ろにこのジャニーズ WEST のメンバーがいるということに対する喜びそしてちょっとこう顔を見合わせて歌っていたりこう肩を触りながら歌ってたりとかっていう時に。 なんかこう半分笑いながら歌ってしまうみたいなこういう感じっていうのはね本当に仲が良くないとなかななか出いいと思います、はい、別に他のグループが仲悪いってもちろん言ってるわけじゃないですよ。でもジャニーズ WEST っていうグループは本当にみんな表現することお客さんとこうして一緒にライブで歌ったり踊ったりできることそして7人でできることっていうことに 心の底から喜びと幸せを感じじているんじゃないですかねだからどの場面を見てもみんないい顔してます素敵な顔してますでこれってその表情を作って出てくるものじゃなくて内面から多分にじみ出てきてるものだと思うんですよねうーんいやすごいまあねある意味冷静に考えたらこれお仕事なんですよね7人からしたらなんですけれども やっぱりこうお仕事であるけれどもその内側から来るでも僕らはこれをやるのが楽しいじゃないかという目いっぱい楽しもうよというのがね出まくってます。うんで途中で神岡はみんながうまく踊れてるようでこの次旅があるからとかこうね、えー、みんなにこうお話ししてる場面もありますけど本当にとっても昔から仲のいいお友達とかに ね、こっちこっちっとこう教えてくれてるようなすごい親近感を勝手に覚えちゃうんですよね誰がお話ししてくれててもまあ変な話上から感がないというかねえ何、ー、ていうんかな本当にみんなで、まあ、楽しもうだったり元気を出そうだったり勇気を持ってもらおうとかっていう気持ちが。 ずっと七人の気持ちの中に心の中にあるから出てくる空気みたいのがものすごい出まくっててでそこにきてね順番的には最後今日見ましたわわワーワンダフルが来ちゃったもんで <laughs> ちょっと本当にやばかったですねボロボロボロってこう涙してしまうぐらいのなんかこうなんとも言えない幸せ感というか団結力それからウエスト七人の お客さんたち,に対する愛かなちょっと何かかっこいいこと言うかっこいいこと言った風に言ってしまいましたけどいやでも本当にそう思いましたよ。うん言葉では簡単ですよねみんな愛してるぜとか言うことはできますけどそうは言わないけど出てくるってすごくないですか。いやこれはやっぱりファンの人は参加したくなりますよね見事素晴らしい本当にいい映像だと思います。 はい、といととうことで続きはどんどん見たいところではありますけれども今回はこんな感じで一気に3曲見させていただきました「重いふわりプリンシバルの君へ」そしてワワ「わはワンダフル」という見事な、えー、構成そして皆さん7人の笑顔愛あ、ね、ふれる姿そして歌声歌えましだったと思います。ワ,ワ,ワンダフル、もうう。何回か見ようはい、ということで皆さん今回も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。